金山ダム。千葉県最強クラスの心霊スポットと言われている。トンネルで女性がされたと言われています。スマホを構えながら見物していた人がいるんですけど、トンネルの中を撮っていたところ、走ってこっちに突っ込んでくる男性の姿が入っていたという。あ、待って、ロープだよ。何がずっと、あ、光ってる光ってる。え、経路再検索中。ずっとずっとぐるぐる回ってる。完全にヤバい。下からどんどん突き上げてる。今落としたよね。今落としたよね。ちょくちょくしてるじゃん、さっきから。どうしても。え、待って、え、今やばくない？今の。今ね。あっちか。え、か。悲鳴だよね、今の。普通に。うん、結構進んだね。進みましたね。待って。はい、出ました。でも、ええって、そういうの。え、これ何？え、これ何？これ、マジで。何？トイレ？トイレか？怖すぎだ。うわ。こんな場所にトイレが作る。今の場所がさ、なんでまず。え、マジそれ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 。こっちよ。こっちよ。え、待って、やばいってこれ。これも聞こえたもん、今から。今。全く、もう俺らじゃない。超奥の場所からガサガサって。ガサガサだよね、あれ。中でジャン負け一人で。わー、もう出た。ジャン負け。最初、グッジャン負け、ぽい。はい、行こうでしょ。決めだけ。うわ。はい、じゃあ1個目入ります。あ、トイレですね。ちゃんとしっかりとした。ボットン便所みたいな。回ってみますか。3周ぐらい。次の部屋に行きます。わ、気持ち悪いな、やっぱ閉まってんのがまた怖いよね。こちらのボットンベンチですね。回ってみましょう。ちょっとやっぱ気持ち悪いですね。出ましょう、すぐに。どう？雰囲気は？雰囲気、やっぱこの中入って個室トイレ入ってから全然空気違う。ガチ？うん、もう一気にもう不気味さが増した。やばい。待って、もうボットンメンズあって、しかも、うん、すっげえ古いし、すっげえ臭いし。こいつマジちょっと雰囲気やばない？ちょっとこの道なはずなんだよ、ここは多分。うん、なんか、うわ、ちょっと待って、えぐい、これは超怖いけど、やばい。見して、なんで。あ、治った。え、治った。大金だけ見えないのって。本当だ。ガチや。これなんだ。石碑だ。石碑だ。なんか備え物もあるぞ。備え物ある。大金で後ろ。大金触ってるけど大丈夫。普通に触ってるけど。もう関係ありません。お前知らないよ。備え物あるよ、ちゃんと。日本酒みたいな。うわ、これ絶対やばいやつやん。大金触って大丈夫だったよ。大丈夫です。今はね、俺らが歩いてるところがね。一応心霊スポットらしいね。ああ、おの落とし隧道っていうスポットありすぎて、もうそこまでもう説明できないんですけど、とりあえず目的地はトンネルなので。何個はアシルっぽそうだ。やばいよ、ここまで来るのにね。1エリアに3、4個あるの。何個あんの。あれ、やばくない？あ、ほんとだ、ぼやけるね。やばいでしょ。めっちゃぼやける。ところどころめちゃくちゃぼやけるよ、これ。新装のさ、SK ポットマジバッて急に来るから嫌なんだね。マジで暗すぎて見えないんですよ。いざなってるよな、本当に。このカメラだって照明消したら、うん、もうこんな俺ら何も映んないもん。どうした？え、あっちでなんかゴロゴロゴロって落ちなかった。全然あっち、あっち、石とかじゃない。じゃあ、あっちの山の崖の方、石とかじゃない、絶対物じゃない。声、なんか声っていうか、ルルルルみたいな。まあ、声だね。ロロロロロロって。これ、何もない。何もないね。何もない。後ろから落としてる。後ろから落としてるよ。普通にカサカサカサって。
この人もダム絶対人いないよね。いるはずがない、うん、ダム普通にしてる。今回は吊り橋の逆にあるトンネル、女性の遺体が見つかったとか。いやもうそこが例の場所がそうでないとか。いやだってもう雰囲気でやべえよ、ガチやばい。で、吊り橋の時から言ってますけど、はい、声はすぐ入ってましたと。はい、あそっちから足音はめちゃめちゃしてたんで、はい、こちらもじゃあ2人ずつ。もう恒例になってるけどさ、うん、それ2人ずつ近くにいるとあんま怖くないよ。まあね、グッドパーの話は、うん、俺に、俺に、どっちがいい、まあ、最初か、どっち行きます、最初行きます。じゃあ走り行こうか。一応ね、さっきの音やばかったとこではあるから、ね、そう、まあ、すごかったからね、そっち聞こえたもんな、やばいよ。行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃいませ。さあ、確かさ、うん、霊ってさ、うん、叫んでさ、こう、響かないと霊いるっていうね、うん、けどまあだから響いてはいるけど、うん、ちょっと見てほしいのがさ、このさびれ具合なんだよね。これ分かるかな。分かんないでしょ。さびれ具合、こっちやばい、うん、こっちやばいよね。異常すぎなんですよね、うん、めっちゃ怖い。ちょ分かったね。何だろそれ。あっちちょうど聞いてる。変な風もめっちゃ通ってる。あっだんだんさ、うん、響かなくなってきてない、こっちについて。確かに、もっと響いてたね、向こうに。そう、声やめよ。え、びっくりした。やめてよ。落書きね。異常に聞こえたから、やばいね。このトンネルが声がさ、さっきこのトンネルがあれ、うん、前回さ、どこだっけ、小峰トンネル、あそこも不気味だったけど、そこよりは光がやっぱ照らされてるのよ。街灯あるよね。街灯あるけど、でも君は聞こえた。これ今うーんってやつだよね。聞こえた。出口もここ。こっちから声が聞こえたんですよ。ここなんかおかしいな。ガチやばい。ガチやばくないこれ。じゃあ、はい、着きました。じゃあ待っていきましょう。じゃあ行きますか。行くか、はい、行きましょう。継ぎはぎ感すごい、なんか異様なんだけど、雰囲気明るいっちゃ明るい、うん、さっきさ、わざわざされた人がいる。やばい。そう、ここが事件現場って考えるとやばいよね、うん、もうずっとこの感じだな。ね、うん、鉄の感じがこう続いてて、こういうとこ入ってますからね。これね、こうどうなんだろうね。俺らが言ってる分だと分かんねえんだけどな、うん、歩いてる分には全然怖くない、ね、うん、普通のなんかトンネル。釣り橋の時はあんなに落としたから、ね、うん、なんか逆にそれがちょっと不気味。確かに、うん、はい、もうちょっとまあ歩いてる感じは特に随度、うん、いし随度。いやここが事件現場なのかな。どうだろう、ちょっと監獄感がある。うん、確かに。いやでも普通に考えてみ、うん、俺とリボンがしてた時、うん、まあこの3人も聞いたのかもしれないけど、足音したわけじゃん、うん、でもちょっとしてたってことはワンチャン10回ぐらい聞こえてたから、うん、なんか水が滴ってるのかなっていう、うん、ピチャンっていう音がハイヒールの音に聞こえてるのかなと思ったけど、歩いて分かる通り一切音しないの、うん、逆にやばいっていう。だ湿ってないよねっていうか道、うん、ちゃんと普通に足音だった説。あんな結構頻繁に聞こえてたら中で音しててもおかしくないじゃん、うんうん、俺と教員が歩いてる時に後ろの方から女の人の声が聞こえたよね。聞こえたね。聞こえたの？この二人さ、マジで声聞こえたもん。橋あるっていう時もあるし、全然。そう。で、あとトンネルの途中で声が一瞬響かなかった。響くじゃん。俺らずっと響いてたよね。俺ら響かなかった。途中。全く。ここだけじゃなんかちょっと
現象に見舞われているって、うん、なんか噂によると俺が話した話2個あったじゃん、うんうん、あ1個がこの女性がされた場所、うん、でもう1個がスマホ撮影してるとやばい、うん、男性が追ってくれ、うん、追ってくれが入ったって言うんだけど、うん、電波がなくて見れなかったんですけど、うん、これじゃないぞ、ここじゃないの、え違うの、これはされたのがワンチャンあるけど、追ってきたのはどうやら今調べたところ別なの、え多分橋の奥まだある、えまだあるじゃん、第三のトンネルが存在するってこと、やばいじゃん、うわいやなんかマジでエグいな、本当にやばい感じわかる、え大丈夫、うわ！